ロバート・グランビル・レモンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナーディーの出身のメジャーリーグベースボール選手、右ト左ヒ1940年代から1950年代に、かけて、クリーブランド・インディアンス一筋で活躍し、シンカーを得意級として、通算207勝を挙げた。現役引退後、3球団で監督を務め、ニューヨーク・ヤンキースでは1978年に、 チームをワールドシリーズ制覇に導いている。1938年にクリーブランド・インディアンスと契約。1941年9月9日の対フィラデルフィア・アスレチックス戦で試合終盤からケンケルトナーに代わり三塁の守備についてメジャーデビューを果たす。翌1942年にかけての2年間は10試合に出場したがすべて三塁手または 代打としての起用であった。再度メジャーに昇格した1946年には、投手として32試合に登板し、4勝を挙げる。一方で、中堅守や代打としても起用され、合計55試合に出場。11勝を挙げた1947年により、投手に専念することになるが、打力にも優れ、その後も、代打での出場は多かった。 1948年は6月30日の対デトロイトタイガース戦でノーヒットノーランを達成。20勝を挙げ、チームのワールドシリーズ制覇に貢献。以後、シーズン20勝以上を7回記録し、アリーグ最多勝利を3回受賞。MLB オールスターゲームにも7回出場した。1950年には自己最多の23勝を挙げた。この頃のインディアンスは、 ボブ・フェラー、アーリー・ウィン、マイク・ガルシアと共に4本柱を形成。1954年には再び自己最多タイの23勝を挙げ、チームのワールドシリーズ進出に貢献。しかし、ニューヨーク・ジャイアンツに敗れ、チームは以後1997年までの41年間にわたってワールドシリーズから遠ざかることとなる。1956年には通算 この年の20勝を最後に、成績は下降し、霊勝に終わった1958年限りで、現役を引退。レモンの背番号21、クリーブランド・インディアンスの永久欠番に1998年指定。引退後、1960年にインディアンスの投資コーチを務めた。その後は、インディアンス、フィラデルフィア・フィリーズ、 カリフォルニア・エンゼルスの参加マイナーリーグで監督を務め、1966年にはエンゼルス参加の AAA 級シアトル・エンゼルスをパシフィック・コーストリーグ優勝に導く。1970年シーズン途中にカンザスシティロイヤルズの監督に就任。1971年には85勝76敗で創設3年目のチームをアリーグ西地区2位に導き、 最優秀監督賞を受賞するが、4位に終わった1972年、限りで退任。1976年には、全米記者協会の投票で、アメリカ野球殿堂入りを果たす。同年、ニューヨークヤンキースの投手コーチに就任し、ビリー・マーチンが監督の下ワールドシリーズ進出に貢献。1977年には、シカゴ・ホワイトソックスの監督に就任。 同年は90勝72敗で、畜三位と検討したが、1978年は、開幕から34勝40敗となった6月30日に、オーナーのビルベックに解任された。ところが、翌7月24日、ヤンキースの球団社長、アルローゼンは、監督を解任された、マーチンの後任として、前月に他た球団の監督を解任されたばかりの、レモンを招平。 この時点で、ュイボストン・レッドソックスとは10.5ゲーム差もあったが、残り67試合で47勝20敗と、猛追し、レッドソックスに追いつき、ワンゲームプレイオフで、レッドソックスを下し地区優勝。さらにリーグチャンピオンシップシリーズでもロイヤルズを倒し、ワールドシリーズでも、ロサンゼルス・ドジャースを倒して、ワールドチャンピオンに輝く。翌1979年途中に解任され、 再びマーチンが監督となる。1981年途中に、ジーン・マイケルの監督解任の後を受けて再度、ヤンキースの監督に就任。この時には11勝14敗に終わったが、この年は50日間に及ぶストライキによって、シーズンが前期、後期と2分されており、前期優勝したチームは、ディビジョンシリーズを制して、地区優勝。リーグチャンピオンシップシリーズでもマーチン率いる。 オークランドアスレチックスを破って、再び途中就任でワールドシリーズに進出。しかし、ドジャースに敗れ、監督として二度目のワールドチャンピオンはならなかった。1982年に開幕からわずか14試合で解任。その後はマイケルが代理監督を務め、さらにシーズン途中でクライド・キングが代理監督を務めてシーズンを全うした。結局、 ヤンキースでは2度のワールドシリーズを経験したが、すべて年度途中での交代のため、指揮を取ったのはわずか172試合であった。1998年に、フルスインディアンスは、レモンの在籍時の背番号21を永久欠番に指定したが、指定当時、21は当時インディアンス監督を務めていたチームでの後輩にあたるマイクハーグローブがつけていた。 2000年1月11日にカリフォルニア州ロングビーチで死去79歳没ハドソン通算200勝史上二人目自ら祝報もスポーツ日本2013年5月2日配信ちなみにハーグローブもレモンの後に背番号21をつけて1979年から1985年までプレイヤーとして1990年から 結番指定時まで監督としてインディアンスに在籍していた。ありがとうございます。